方は見てみてくださいね。それでは次の曲に参りましょう。オープニングに続いて演奏する曲は NHK 連続テレビ小説ブギウギより主題歌のハッピーブギです。ブギウギは昨年の10月のスタートから早4ヶ月が過ぎ、いよいよ物語が終盤へと向かい始め、目が離せないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。戦争を乗り越え再び立ち上がっていく日本を、まるで太陽のように明るく照らすブギの女王、笠置シヅ子さんの物語ですが、その主題歌にふさわしい明るく前向きな気持ちにさせてくれるこの曲を、本日は私たち音楽隊が明るく楽しくお届けします。ハッピーブギ、演奏式は河野重森学長です。音楽隊の皆さん、ありがとうございました。めっちゃ演奏うまいっすね。
もう一度拍手お願いします。いや本当に良かったです。一応サイバーセキュリティコンサートなので、ちょっとサイバーの話ちょっとだけさせてください。こちらの画面と今見てもらう皆さん見えますかね、大丈夫ですかね、ですかね。ご覧の通りですね、こちら不正送金被害の発生状況になります。バーンって今もね上がってますね。これですね、ご覧の通りフィッシングと推察される手口により、インターネットバンキングの利用者、要は口座、携帯で口座送金したりとか、口座なんだか見れますよね、それを使っている方になります、の利用者の ID、パスワードのなどを入力させて、 ID やパスワードを盗んだ上でその口座を乗っ取ってですね、預金を不正に別の口座へ送金してしまうっていうのが不正送金事案。これがものすごく急増しております。被害件数、被害額ともに各最高を記録し、令和5年警察庁が発表した発生件数では全国に5000件以上、被害額は80億円超え、令和4年と比較すると約5倍まで増加しております。皆さんの中にも画面に映っているような金融機関を装ってですね、不正な取引を検知したのでサービスを一時停止しました、お取引の際はこちらですが、サービスの利用継続の確認が必要ですのでなどですね、リンク付きのメールやショートメッセージを受信されたこともある方多いのではないでしょうか。私も実は昨日受信しております。こうしたメールで利用者を不安にさせて、そのメールの中のですね、ご利用確認はこちら、これをですね、クリックさせて、ID やパスワードの入力欄を用意したフィッシングサイトに誘導します。このフィッシングサイト、金融機関の正規ウェブページと見えるように作り込まれていて、見分けることは非常に困難です。利用者の方は正規の手続きだと信じて ID やパスワードを入力してしまい、多くの情報が盗まれてしまいます。あんな感じで盗まれちゃいます。すぐ盗まれちゃいます。被害の防止のポイントはですね、メールやショートメッセージの中のリンクをクリックしないことです。金融機関がですね、ログインパスワードを入力されるメールを送ってくることはまずありません。そして電話で聞いてくることもまずありません。もし自分のことかもと不安に思った場合でも、信用したりですね、電話をかけたりしないでください。焦らずですね、一度立ち止まって、いつもの公式アプリ、いつもの公式サイトから正しい連絡先を確認してください。それではオング隊バトンタッチします。よろしくお願いいたします。フィッシング詐欺に関するお話でしたが、皆様いかがでしたか。私も宅配便を装ったショートメッセージが届いてドキッとしたことがあります。皆さんにもぜひ気をつけていただきたいと思います。さて、それでは演奏に戻りましょう。続いて演奏するのは、発売から今年で20周年を迎え、最近ではスマホ版もリリースされたことでますます人気となっているゲーム、モンスターハンターよりシリーズ1作目から使われているメインテーマともいえる楽曲、英雄